今の、ダウンタウンの楽器が使えられへんでやってますけど、ダウンタウンは、そうですね、まあ、ギリシャは使われてますけども、それで、ハムタの天才的なツッコミと、松本久さんの天才的なボケですね。で、うまくいってますけども、そうですね、ボケのツッコミはまだね、いつも、いつもところではダウンタウンが、追いかけてくれて、上の先輩が困ったらしいですね。ダウンタウンの上の先輩が、いつもダウンタウンが、俺らを追いかけてくれて、ね、心配してたらしいですね。で、松本久さんは、小学校の時、学校行った時、いじられるためにお笑いを覚えたそうですね。相当いじられるそうですね。やっぱ、ダウンタウンはお笑いで天下を取りたいという、はい、生産。面白そうな漫才とかやってくれますね。はい、また今後とも楽しみにしてます。よろしくお願いします。